117東京高速鉄道100系電車は、現在の東京地下鉄銀座線の渋谷新橋間を建設、運営した東京高速鉄道が1938年の開業に先立ち、前年の1937年に製造した電車である。101から130までの30両が川崎車両で製造された。1両あたりの製造費用は約4万5千円である。 全構成車体で全体的に先行する東京地下鉄道の電車に習った構造である。独自の丸みのある車体と伝送品は親会社であった当時の東京横浜電鉄の車両に通じるものがあった。内装は東京地下鉄道系の各車両に比して簡素で室内灯も一般的な白熱灯であり、吊り革もリコ式でない普通のものだった。 また床も木張りであったが、戦後にリノリウム張りに変更された。制御機及び、主電動機は、日立製作所製で、1機の出力は7 5ットと低いがこれを4機搭載し、東京地下鉄道の電車よりも強力であった。そのため100型で蘇生された列車は、東京地下鉄道の車両より加速、高速性能ともに優れていた。実際、当時は、 乗り入れ先でもその車両の所属している会社の乗務員が運転するので高出力の100型が追いかけ、出力の劣る東京地下鉄道の車両が必死に逃げるといったような場面がしばしば見られたと言われている。また、当時としては珍しかった発電ブレーキを装備していたが、A 段発足後の1959年に多形式との混血対応改造を実施した際、使用を中止した。 台車は、住友金属工業製であった。さらに電動発電機を搭載しており、銀座線名物と言われた、デッドセクション通過時の瞬間停電は、この形式では見られなかったようである。戦時中の低塗行速度交通営団発足後も、形式変更されることなく継続して使用されたが、塗装色は、旧、東京地下鉄道の銀座線車両と合わせて、黄色に変更された。 1962年には、小木久保線の分岐線である中野坂上、中野富士未長官の開業に際し、銀座線から100系重量が移籍した。丸の内線の規格は、銀座線よりも大型で、銀座線規格者では、ドアとホームの間に隙間が開くことから、移籍者はドアにステップを設置して対応した。塗装色も丸の内線と同様に赤に白帯に変更されたが、 装飾のサインウェーブはなかった。東京高速鉄道100系道正面。手前は1800系の台車線968年に両線での営業運転を終了した。他社が解体された後も118号と129号は解体を免れ、車席を残したまま中野建区構内の牽引員者として残っていたが、 どちらも1981年11月26日付で除籍された。118号はすぐに解体されたが、129号は1986年に車体を行徳建築でカットし、さらに登場時の姿に復元した上で、地下鉄博物館の展示物となった。車両構造を理解するための教材となって、同車のマスコンハンドルブレーキ弁を操作すると、 車体の前に設置された台車のモーター、車輪、ブレーキが動作する。当車両は東京高速鉄道所属のため唯一の地上部である渋谷駅付近から搬入された。道玄坂の旧玉電渋谷駅構内から引き込み線を仮設して渋谷電車庫に搬入したほか、宮松坂のトンネル開口部付近から高架線に搬入した。ありがとうございます。